ショーン・ラビットはアメリカ合衆国出身の男性フィギュアスケート選手。2015年スケートカナダオータムクラシック3位。マンゴーアレルギーである。1歳年上の兄は日本人女性と結婚しており、自身も大学で日本語を学んだ経験がある。2002年に全米選手権の予選であるリージョナル選手権に出場し始めた。 ペアスケーターとしては2003年と2004年にジュブナイルクラスで全米選手権に出場したが、その後シングルに専念した。2009から2010シーズン、ジュニアクラスでシングルのスケーターとして初めて全米選手権の本戦に出場し11位だった。翌シーズンにシニアクラスへ上がり、全米選手権では20位に入った。2011から2012シーズン、 全米選手権の予選であるパシフィックコーストセクショナル選手権で5位となった。そこで上位4位以内に入ることができなかったため、本戦への出場はならなかった。シーズン終了後にピーター・オペガードからタミー・ギャンビルにコーチを変更し、練習拠点をリバーサイドへ移した。2015から2016シーズン、自身初の国際大会であるオータムクラシックで銅メダルを獲得した。 インタビューイズシーンラビット、ありがとうございます。